8月22日火曜日午後6時56分の日本海は風はないですね。夕凪の中でうねりは、筋のようなうねりは見えますが、全くまとまってはないですね。朝のドフラットに比べるとうねりは入ってるんですけど、うねりとうねりの間隔狭くて良質なものではないですね。右側の真ん中あたりまで歩いてきてみました。こちらも左と同じく朝に比べればうねりは入ってますが、全くまとまりは欠けてますね。右の端にまだ 4、5人、あれは海水浴客ではないですね。若者が遊んでますね。気温はまだ30度ぐらいあります。風はありません。あ、今ボラがジャンプしたかな。海には筋のようなうねりの目、明日どうですかね。干潟はこんな感じです。